ちは。こんにちは。はい。さあ、いよいよ12月9日に現役ドラフト。どうしました？いやいや、調べてたらね、いろいろこう疲れるな。眉間にシワが寄ってきますね。寄ってるよな。はい、うん、で、この現役ドラフトの主な概要がまた先日発表されました。10項目ぐらいなんですけれども、はい、例えば各球団がドラフトに選手を2人以上提出しなければならないと。で、各球団とも年俸5000万円以上、1億円未満の選手は1人まで、他は5000万円未満に限る、うん、だから5000万から1億で出したくない選手は出さなくていいんでしょ、はい、そうです、まあ、あえて出すっていうことはないんだよね。はい、該当者がなければ、はい、5000万以下の選手でもいいということね。そうです、2人で5000万未満の選手を2人以上であれば OK です。さらに例えば他球団から獲得希望を最も多く受けた球団が、まあ、一番目に希望の選手を指名できる。まあ、それそうだよね。はい、でその指名された球団が次に第2の指名をできるっていう、順繰り順繰り回っていくというふうなことなどが、うん、まあ、主な、要項として挙げられたんですが、はい、では豊さんに、はい、12球団どの選手がこの現役ドラフトにかかるとより活躍できるかなと。まあ、活躍の場だよね。はい、要はそうですね。っていうのを、はいはい、ちょっと、まあ、あの全チームでなくても豊さんが思った選手を、まあそうだね、はい、挙げていってもらいたいと思います。まあ、こう探しながらこうあれしてたんだけど、はい、なかなかね、はい、見当たらないところもあるんだよ。お、うん、じゃあセ・リーグのまず、まあ、順位通りにいきましょうか。ヤクルト、はい、まあ、ヤクルトはキャッチャーの西田、はい、でショートの西浦、はい、やっぱ長岡が育ったっていうことと、はい、まあ、西田も、まあ、キャッチャーやりながらなんだけど、この子はバッティングが非常にいいんだよ。うん、だから、まあ、キャッチャーじゃなくてファーストで使われるケースもあったんだけどさ、そのぐらいバッティングをこう買われて、はい、だけど中村がいて内山がいてみたいなさ、はい、そうなってくるとやっぱキャッチャーとしての出番がもうほとんどない。はい、右の代打で欲しいところ、まあ、もしくはキャッチャーやらせながらっていうところに出してあげると、はい、バッティングが使えるからね。おー、あ、じゃあキャッチャーさらにバッティングっていうところで、はいはい、で先ほど申し上げた西浦選手はやっぱ長岡選手が出てきた。まあそうだね、うん、出てきたし、まあセカンドは山田優さん、はい、まあ、出番が本当にないよね、なかなか。そうですね、うん、で次を狙うっていうか、もうそういう年でもないしさ、はい、だからまあ移籍したら、まあ、どっかね内野の不足しているところに行けば、はい、うん、まあ、使えると思うけどね。バッティングもパンチ力あるし意外性あるからね、はい、うん、だから移籍すると自分の居場所はより広がるよね。そうですね、はい、じゃヤクルトからこの2選手が、まあ、より活躍の場を求めてっていうことを予想されると。そうですね、はいはい、続いて DeNA です。 DeNA、はい、細川、細川選手結構言われてますね、うん、やっぱり魅力があるよね、はい、で現代野球ってつながる時っていうのはそんなになくて、うん、やっぱホームランだとか、はい、そういうことで試合が決まるケースって多いんだよね、うん、でそういうパワーを持ってるし、まあ、今年あまり良くなかったけども、はい、まあ、チャンスさえもらえれば、うん、結構な本数を打てるだけの、ね、ポテンシャルはあると。DeNA にいてもいろんな選手がいるから出番がないでしょ、なかなか今。そうですね、主人で見るとねえと思います。はい、はい、細川選手、はい、続いて阪神、はい、いきますか。阪神はやっぱこう糸原だかな。そうですね、糸原選手は5000万から1億の間に入る選手だけども、はいはい、まあ、岡田監督の言動だとか、まあ、いろんな練習内容とかいろいろ見てると、まあ、糸原っていうのがどうなのかなっていう、うん、もしあれだったら出してあげた方が可能性も膨らむなっていうね、うん、そうですね、まあ、そんな感じがするよね、うん、これ要項を多分満たしてるんですよね。なんか FA をした選手ダメとか、複数年契約は一応ダメっていうふうにはなってるんですけど、うん、糸原選手数年はしてないの、してないんですかね、うん、ってなるともちろんこの一枠の、ね、選手の中に入ってこれますもん ね、まあ、ね、はいはい、確かに守備機会が、ね、なくなってしまうんであればっていうところですよね、はい、巨人いきましょうか。巨人は鍵谷、あ、ピッチャー、まあ、これも5000万から1億の間に入ってるんだけど、はい、やっぱ若手の台頭が結構出てきたよね、はい、そうなってくると、まあ、チャンスがなかなかないっていうことを考えるとね、まあ、どっか出た方が、まあ、投げるところは保証されるかなという、はい、まだまだ力あるしさ、ボールに、ね、だからそういう意味ではこう出たら活躍ができそうかなっていう、うん、
あと松原もね。あ、松原選手か、うん、まあ、松原も浅野が入ってくる、長野が入ってくる、はい、ウォーカーいる、丸がいるってなってくると、どうしてもメンバーに入れない可能性もあるから、はい、他行ったら結構働けるんじゃないかなっていうのは気はするけど、うん、あと例えば勝木選手とか、ね、あ、勝木もそうだな、うん、まあ、バッティング魅力だけどもね、はい、ただ荒削りで、うん、そうかな、まあ、もう少しホームランが打てるといいけどね。そうですね、うん、じゃあ巨人はこの辺りの選手活躍の場を求めてというか、ね、はいはい、広島どうでしょうか。広島ね、はい、岡田、はい、岡田選手、ピッチャー、うん、これ故障してんのかね。いや、どうなんでしょうか、そういう情報はちょっと、ないよね、はい、ないですけど、まあ、バランスが悪くなったのかどうかわからないけども、結構なボールの力があって、はい、中継ぎには持ってこいみたいな、そういうピッチャーかなっていうふうに思う時もあったんだけどもね、はい、だからこの選手が無事であれば、はい、故障がなくてね、うんうん、まあ、どっか出してあげると活躍しそうな感じもする。今のままだと広島だとっていうのもなんかね、環境的にどうなのかなっていうのもあるし、はいはい、広島からはそんな、まあ、あとは中村翔成だよね。あ、そうですね、うん、まあ、キャッチャーとして坂倉が戻ると、はい、まあ、どうしても居場所がなくなるというね、まあ、超えられるだけのものがあればいいけどさ、はい、やっぱあのバッティングをしながら、例えば坂倉がマスクかぶってるんだったらちょっと厳しいでしょ。厳しい。相澤もいるしね、はい、だからそういうことを考えると、うん、まあ、キャッチャーが不足しているところ、うん、まあ、キャッチャー結構ね、どこも優秀な人が多いんだよね。そうですよね、うん、今。いや、だから、まあ、それでもその中でも薄いところがあればね、はい、まあ、出してあげてもいいかなとは思うけどね、はいはい、さあ中日いきますか。中日はもう兄弟一本だよ。あの、そうですね、5000万以上の。そう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 、はい、ここですね。それと誰かこうつけるか。だから、まあ、強打出たらナンバーワンになると思う、人気は。どこも取りたいって。あ、だからまあ中日が一番低いかも分かんないけどそうですね、うん、まあ、強打はまだまだ使えるし、はい、まあ、頑張ってほしいなという選手で、はい、環境を変えてあげたいなって思うよね、今の環境からね。そうですね、うん、じゃあ中日はやっぱりこの注目が強打選手をリストに上げるかどうかっていう、はい、まあ、そうだね、ところになってきますね、はい、さあ続いてパリーグいきましょう。オリックスいないな。なかなかそうなんですよね、うん、だから竹安とか出したらすごく人気が出るだろうなっていうことは感じるよね。あ、例えばピッチャーでいうとその竹安投手、あと吉田亮投手とか。まあそうだな、だからそこら辺がこう、うん、ご無事なのかということで、故障なくね、はい、だから、まあ、故障がなければやっぱり出したら人気が出るし、はい、まあ、5000万以上っていうことを考えるとティオかな。そうですね、ティオかですね、9500万。ティオは出さないよな。それと年俸を考えると、はい、やっぱ取りにくいよね、取る方もね。そうですね、うん、そうですね、現役ドラフトかかるような9500万、もうほぼ1億だもんね。そうですよね、選手ではないでしょうし、うん、だからまあそこら辺かなと思うよね。そうですね、はい、ピッチャーあたりかなというところでしょうか、はい、でソフトバンクです。はい、大竹、はい、大竹投手、左ピッチャーね、なんかチャンスもらえないんだよね。いや、俺はなんとなく見てて、はい、あ、このピッチャーは我慢して使ったらある程度勝てるピッチャーだなっていうふうには思って見てんだけどさ、うん、なんかチャンスがないんだよね。うん、なんですかね、ソフトバンクピッチャー、なんでしょう、あの枠に入りきれないと思う。まあ入りきれないんだろうな、まあ先発型なんだよね、はい、だから先発が不足してるところは結構人気が出ると思う。お、あとは高橋で、まあちょっとここのとこあんまりいい結果が生まれてないしね、はい、で変則、まあ使い方によっちゃ大ブレイクしそうな感じもするし、で、まあ、日がみたいなタイプ、ね、そうですよね、他球団で欲しいっていうところ絶対あると思うんですけどね、まあ、高橋嶺選手は5000万以上の選手になってきます、うん、そうだね、はいはい、西武いました。西武高木、おお、あの左バッター、はい、あの子はね結構非凡なものがあると思うんだけど、はい、西武で育ちきらないんだったら出してあげたら非常に面白い選手になるなって思ってるんだけどね、はい、どこのチームが欲しがりそうですかね。まあ、外野手だよな、うん、外野手な、まあ、ソフトバンクなんか取って育ってたら育つと思う、はい、やっぱいい左バッター多いし、はい、西武は左バッターというよりは右バッターが育つチームだから、うん、ソフトバンクなんか面白いと思う。お、高木選手取るとね、はい、はい、うんうん、
同じせいなんでどうか取ってほしい。そうですね、いやいや、まあ、ただ出すか出さないかは分からないけど、あ、セーブがね、はい、そうですよね、はいはい、で楽天、楽天、はい、オコエ、オコエ選手ね、そうですよね、うん、オコエがどうなんだろうね、あの子は本人の気持ちが今どうなのかっていう、そうだね、はい、妹は負けず嫌いでね、うん、もうバスケットでも大活躍してるけど、はい、兄貴頑張れよみたいな、そんな感じだよね、だからその精神的な部分で、はい、その野球をねまだまだ頑張りたいっていうのがあるのか、うん、どうなのかっていうのもあるとは思うんですけれども、そうだね、うん、まあ、オコエ選手あたりか、オコエだな、はいはい、で、ロッテ、ロッテ、はい、国吉、国吉5000万円以上の枠の選手です、ね、はい、はい、うんうん、まあどうなんだろうね、吉井監督が国吉に対してどう思ってるかどうか、はい、まあ DeNA から移籍して、移籍した時はすごい活躍したけどね、はい、昨年はほとんど掘ってないし、うん、だからまあこう波がある選手っていうのは使いにくいと思うしね、はい、だから国吉なんかは来年やるよ多分、うん、どっか取っといた方がいい、そうですね、出したとしたらね、はい、うん、ピッチャー欲しいところもね結構あるでしょうし、まあまああるよね、だから、ね、新庄監督なんかは力のあるボールに対して魅力を感じてるみたいだし、はい、力がないと抑えられないだろうみたいな、うん、まあ、そういうところもあって、国吉なんかねボールに力があるから、はい、出したら結構人気が出るかもね、そうですよね、はい、さあそして日本ハム最後です、日本ハムなあ、はい、なかなかいないんだよ、日本ハムはあのトレードをやってますからね、そうだな、だから取り立ててどうのこうのっていうことはないにしても、はい、中島拓也でも人気がある選手だからな、そうですね、選手も8000万円なので、はい、5000万以上の選手になってきます、そうか、中島拓也選手、清水、はい、キャッチャー清水選手、はい、だからまあ例えばその FA で伏見が決まるとしたら、うん、まあ、宇佐美と伏見、はい、うん、で清水があんまり新庄監督になって出番がなくなったからな、だから清水なんかキャッチャーとしては、はい、試合ではすぐ使えるキャッチャーだから、はい、これは人気が出ると思う、出したら、うん、で同じ京都なんだ、うん、あ、そうなんですね、山口県なんだよ、はい、だから俺が行くと必ず伊沢さんとか言ってくるんだよ、いや言ってましたね、そう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 、まあ、そういうのって可愛いじゃない、はい、だからまあ日本ハムにいて出れないんであれば、はい、まあ、出してもらって、はい、まあ、どっかで活躍するというね、はい、活躍できる選手だし、うん、まあ、今メンバー言ったのはこっちが勝手に言ってるだけで、そうです、いやそれであのこれからも、はい、環境変えたら、うん、出番があったら活躍できるという選手をピックアップしてるからね、そうなんです、だから勘違いしないようにね、あ、そうです、そうです、そうです、あの、ね、まだまだ活躍できるっていう選手を各チームから活躍してほしいと思うしね、はい、はい、そうですよ ね、だからまあなんかこう頭痛いな、だから各球団多分悩ませてると思いますよ、2人以上だしとか、そうだな、誰にするとか、やっぱ人気がないと出した選手が、うん、くじが悪くなるわけでしょ、はい、いやそれだったらある程度誰が出るんだっていうのを探っといて、じゃあこっちもこれ出して一番くじ引こうよみたいな、はい、そういう駆け引きもあるかもな、そうですよね、あと、まあ、はい、育成の選手はもちろんできないの でまたこれがねちょっと今またさらに問題に育成問題はありますけど、はい、あともし出したはいいけれどもどこの球団からもちょっとオファーがなかったっていうこともあるんですかね、まああるんだろうな、その場合はまたでも取らなきゃいけないからね、一人絶対に、あ、だから一番残った選手を取るようになるんでしょ、そういうことになるんですかね、そうだな、なるほど、まあ、なんか公開でやってほしいけどね、一応非公開、まあ、そうだな、残念だな、はい、なのでこうやって穴開けてこうやって見ておく穴開けて聞いて、そうでもね、まあ、気になりますけれどもね、まあ、選手も気になるでしょうしね、まあ、そりゃそうだな、自分は例えばね、もちろん出たい選手もいるでしょうし、まあ、もちろん環境を変えたらね、はい、まだまだできる選手はたくさんいるんで、はい、まあ、ぜひともそういう機会にしてほしいな、そうですね、はい、はい、